あなたの呪いはどこから私は目から。いやー、徹な形式だよ。樹木、円。円って読むか、オンって読むか分からんけど、多分円だと思う。これ H 文字で検索したら円って方が出てきたけん、円にしておきます。やっていきたいと思います。えっ、ー、と、まず、先に言っておきます。えっ、ー、と、この樹木ってゲームの実況、これ前作あるんですよ。樹木。これが前作、続編になって、さえー、と完結編なんですけど、 前作の実況を俺やってるんで完結済みなんでえっ、ー、と樹木園この動画を見る前にねそっちを見てくださいねもう俺この樹木園の実況はねその視聴者さんが樹木前作を知ってるっていうこと全然の話していきますんでぜひ前回の前作の実況を見てくださいでもってこっちの方を見てくださったら幸いと思います始めていきたいと思います始めるとある時代 何これ何かみんなでパーティーでもしてるの赤ん坊が何かヨロヨロしてるよ。八重様、本当によろしいのですかかマわん。しかし、私に意見するつもりか。申し訳ありません。夜はい。え何赤ん坊になりしてんじゃこれら

ピー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 ,ー,ー,ー <laughs> BGM ダイナしスするっていうねそれはどこにあるのか地図に載ってないパターンのやつやな GPS とかは何のためにあるのか何のためにあるのかとか聞かないでくださいかわいそうです村の人が村の真実雰囲気がすごいね呪いの真実 全てはそこにある何それゴードジードシャーみたいな感じ全てをそこに置いてきたみたいな感じなん <laughs> 大航海時代なんかな大航海時代始まるんかなおっとあこれ前作のラストでねぬ、ね、ーまだだまだ終わるわけにはいかんそんなおっと弥生ちゃん久しぶり久しぶりだねやよいちゃん 今作では弥生ちゃんが主人公なんですよ。はははは。それにしてもビジュアルっていうか絵のタッチが変わったね。なんか前作は確かね、あのー、RPG 作るの、あのデフォルトの素材使っとるとか、デフォルトなんあれ、デフォルト、まあ、とにかく、いろんなところで配布されとるやつ使われとったんやけど、今回は作者さんが自分で書いたみたいな感じなんだろうか。それとも他の人に依頼したのかわからんけど、とりあえず、オリジナルできました。さあえ、 カーン気違いでしょなんか、これにイラッとした人はブラウザポックでお願いします。いや、ブラックザックしたらしないでくださいね。動画見てくださいよ、最後まで。いや、えこの子は誰この子は前作におらんかったぞ。やよい。やよいってば。ふどうしたのどうしたのじゃないよ。もう放告だよ。顔色も悪いし。 ちゃんと寝てるサが行方不明になって心配なのは分かるけど、やヨイまで倒れたらどうするのうん、ありがとう。これ前作からどれだけだったんだろう。あごめんね。今日はちょっと行くところがあって。先に帰るね。ちょ、ちょっとやよいもう。 をえっと目の家に置き去りにしてしまってから5日が経つ5日しか経ってないんだこの5日間私はもう一度あの場所に行くためにネットの情報を全て見落,とす見落とすことなく調べてみたけど全てが嘘だったそんなことあるわけないだろみたいな感じ私は絶望していただけど私は重要なことを忘れていることに気がついた何何おやつは300円までってこと そう。私は知っている。私たち以外で実際にあの場所に行った人。えー、ああ。サヤのお兄さんとか、その友達とかが。だよね。さえのお兄さんだ。だと思った。ただ、今、さえのお兄さんは精神病院による。そう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 。精神病んでしまってさ、入院中なんよな。あの場所から帰ってきたのはいいものだ。 よほど怖い目に遭ったのか精神を病んでしまったらしい。うん、正直、そんなお兄さんかが何か情報を得られるとは思わないけど、今はわずかな希望にもすがりたい気持ちだ。だから私はお兄さんが入院している病院に向かうことにした。なんて呼ぶんだい町の名前なんて呼ぶんだいわからないよ。わからないよ。こんにちは。こんにちは。 本日はどういったご用件でしょうか入院中のドウメキナトさんとの面会を希望なんですけど少々お待ちください。はよしてくれ。はよ、早いな。はよしてくれって言うたけど早いな。お待たせしました。私がナ人トさんを担当している六道です。すごい名前。あんた絶対なんか裏で鍵、裏で糸を引いてそうなすごい。 なんかすごい悪役の人物っぽいぞ。後から悪役になるんじゃないだろうな。敵になったら許さんぞ。こんにちは。え、えっと、面会を希望なのですが、できますか失礼ですが、ナオトさんとのご関係は彼女です。彼女彼氏です。嘘です。親友のお兄さんなんです。私の親友が、えっと、今、行方不明になって、お兄さんな何か知ってるかもしれないと思ったんです。そうですか。 事情はわかりました。しかし、どうしたナハトさんは今、他人と会話できるような状態ではなく、家族以外との面会は避けている状態な、状況なんです。そんなに悪いんですか少しの間だけでもダメでしょうかえー、六道さん。六道、むくろさん。むくろさんではないと思う。うリボーになってしまうけどむ、むくろさんではないと思うけど、六道さん。ちょうとその辺、何とかしてくださいよ。お金積みますから、お金いくらぐらい払ったら、 させてもらまますかわりましたそれでは10分だけ私の同伴のもとという条件でよろしいですかやっほい10分も10分ってなんかなんか犯罪者とのなんか犯人との面会みたいになったんじゃない <laughs> お願いしますではこちらへどうぞよっしゃーああにっけお土産持てないけどあーにっけあにけあ何今の 何今のなんか昔のポケモンカードのエスパータイプのマークみたいなのここがナオトさんの病室になりますはいでは入りましょう面会中に何か問題が起きた場合はすぐに病室から出てください刺激を与えるとすぐに暴れるのでくれぐれも慎重にお願いしますやばいや何か相手猿とかそういうタイプのやつに、ね、動物園の話みたいになってきたんでこれわ <laughs> かりましたたくさんの猿あ何今の お兄さん、隣になんか黒い人いましたよ。誰ですか彼女そんなわけないような。誰だお兄さん、こんにちは。神崎です。今、サエが行方不明になってるんです。信じてもらえないかもしれないけど、私とサエは前にお兄さんが行った目の家に突然飛ばされたんです。私は気を失ってしまって、気づいたら自分の部屋にいました。マジで歯の後自分の部屋戻ってしまっとったんか。あれ前作、そんなシーンなかったっけあったっけ なかったような気がするな。目が覚めてからすぐに目の家に行こうとしたんですけど見つからなくて。お兄さんなら何か知ってるかもしれないと思って今日は来たんです。あの家に行く方法は何かないでしょうかもし知っていたら教えてくれませんかお兄さんなんか特別なことして行ったようなことはあったっけなはは <laughs> <laughs> え何か知ってるんですかはははははは。<laughs> 俺、悪役生まないこういうッハッいな役生まッない。そッでもないか。お兄さん、ッハはどこに、ッハはどこにいるんですか。やめろやめろ。うわああああッハ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 ッでッハ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  お一人願いませんかえあ、はい。失礼しました。こりゃ、八方塞がりですな。お兄さん、家に帰ろう。ヤッホー塞がり、ヤッホー。ーんどうした、六道さん。神崎さん、何ですか、あなた。なんかまだ何か私に用でもあるんですか。六道さん、今日は無理言ってすみませんでした。 お兄さんは大丈夫ですかええー、今は落ち着いたわ。それより。これを神崎さんに渡そうと思って。え何お土産そんなのいらんのに。これは、ナオトさんが毎日のように紙や、えっと、えっと、壁にそれと同じようなものを書いてるのよ。どういうことな、なんなのそれ。な、そんなホラーチックなヒステリーチックな世界に入っていってるのかあの人は。 私やご家族の方は何を書いているのか分からないけど、あなたなら何か分かるかもって思ってね。分からんと思うな、それは。家族が分からんもん、私に分かるって押し付けられても困るんですけどね。これ、お借りしてもいいですかええ、いいわよ。それはコピーしたものだからあなたにあげるわ。ありがとうございます。では、私は今日はこれで失礼します。何もできなくてごめんなさいね。いや、いいんですよ。いいんです、いいんです。 今度はちょっと、あの、お兄さんのためにさ、みかんとか果物の、の、お見舞い持ってくるんで。あ、それ、何を書いてるか分かったまだ見てないです。私くし、まだ見てないですから。ちょっと早すぎます、聞くの。ええー、今は何とも。帰ってから少し調べてみます。そう。もし何か分かったら、また聞いてちょうだい。治療の助けになれば、私も助かるから。わかりました。では、また。気をつけてね。 どうした六道さん。んあの子が、神崎の。何か知ってるなあんた。六道と名字といい。何かしら、因果関係を持っとるなお前。六道けど、神崎家の間に何かあるタイプやなこれ。セーブこんな感じで、ポイントのセーブとなっております。このゲーム。喋っていきましょう。あ、前作ってさ、スタートの時がさ、あの、あさエちゃんの部屋で始まったけどさ、今回は、 よよいたの部屋で始まるんじゃ。ちゃうな。あれあれ、前作はサイちゃんの部屋だったっけサイちゃんのお兄さんの部屋だったような気がするかな <laughs>。まあいいや。見ちゃダメだよー。誰に言ってるんだい。誰に言ってるんだい。<laughs> そこには君しかいないからね。目目、ね、言われた。目言われた。かわいいよ。かわいいけどそこには君しかいない。大丈夫だ。開きたまえ。もしかして中にタケシおるんかな ダメだってばダメだってばダメだってばカタクに拒否されてる。誰に対して拒否してるのかわからないね、ゲームの中だけど。たけしおらんかなって思ったのにな。テレビ。写真、な、これ。サイトの写真が置いてある。さえ、またきっと、きっとまた会えるよね。会えたらいいですね。寝ちゃダメだよ。まだ寝ちゃダメだよ。<laughs> ままだまだこの先がどうなるかっていう話でしょうがあでもねこのパートのことをこのぐらいでっきりいいような気がするんでねもうほとんど進んでないですけどほとんど進んでないんですけどこの辺で終わりとさせていただきますご視聴ありがとうございました仕上げこの動画を見てくださっている皆さんチャンネル登録はお済みですか まだチャンネル登録されていない方は、この今映っている俺のサムネをクリックしてチャンネル登録してください。まだチャンネル登録していない方については、今夜俺が添い寝しに行きますんで、そこの男をよろしくお願いします。以上です。次回もお楽しみに。